新作来た。ところどころめっちゃ早口になるのほんますこ。ほぼ観光で草。寿司こぼしてやべ、とか言ってて草。寿司落としたとこで爆笑したわ。東京ドームにいたやつってただの似た外人やったん。そっちはヒゲツルツルだったから似てただけや。なんかポケモンカフェ行ってて草。スタートダッシュポケモンは草。日本来てからほんまおもろい。ハマスタ来てたんやな。割と日本式の鳴り物と応援歌が気に入ってて草なんだ。13時からの試合楽しみやね。中日戦見てたんか。モーションキャプチャーで投球モーション解析するシステムが2軍にあるとかさらっと新情報言ってるわ。バウアーの初ポケモンが赤番で、人影選んでたとかいう初出し情報もあるで。ポケモンセンター行ってて草ただの観光やんけ。レイチェルに対してポケモン子さんマウントしてんの草。不思議だねアンチで草。ポケモンセンターは日本の歴史的ランドマーク。ピカチュウ来た時の謎演出で草生えた。めっちゃ日本満喫してて草。ところでバウアーって MLB に復帰できる見込みあるん？ほとぼり冷めたら大丈夫よ。問題は使えるレベルかどうかだけ。なんだかんだ向こうの奴らも手のひら返しくらいすると思うわ。そんなに MLB と NPB って1試合にかける熱気というか声援とか違うんか。 NPB のスタジアムの雰囲気が MLB とは違うって言ってる時のバウアーが少し寂しそうに見えたわ。日本のスポーツグッズが野球道具でいっぱいなのにも驚いてたし、野球人気の差にカルチャーショック受けてそう。最後に点点点点点来て草。日本と米国の野球の違いは点点点このくらいですって何やねん。肩のこと語ってくれてて助かる。さすがに高いしやな。横浜駅とか港未来フラフラしてたら普通に会えそう。